悪いニュースです。カイロボットがトリノに向かっているという連絡がありました。ついに来る。カイロボットは恐るべき戦闘兵器です。今まで何度となく連合軍が戦いを挑みましたが、結果はいつも無残なものでした。でもボーダンなら勝てるよね。必ず。ボーダンは最高の格闘戦能力を持っています。必ずカイロボットにも勝てるでしょう。しかし問題は君です。ロボット操縦者としては君はまだまだ未熟。カイロボットを倒すためにはもっともっと操縦技術を磨かなければなりません。今でもスイングパンチができるけど。まだまだ。ボーダンの力はそんなものではありません。まだ隠された力があるってこと？そうです。今からそれを覚えてもらいましょう。今日教えることは難しいですよ。しっかり聞くように。まずはライジングパンチです。方向キー上で上半身を前に倒します。その後、方向キーを下に入れて、倒した上半身を起こします。その途中に丸ボタン。前に倒した上半身を起こしつつ、丸ボタン。ボクシングで言うところのアッパーです。次は強力なハンマーパンチです。方向キー下で上半身をのけぞらせます。その後、方向キー上で上半身を戻しつつ丸ボタン。のけぞらせた上半身を戻しつつ丸ボタン。さっきと逆か。なんとかマスターしたと思う。では次の課題です。次も難しいですよ。その名も5000トンパンチ。博士がつけた名前？そうです。いい名前でしょう。まず R1 ボタンで右足を前に出します。同時に丸ボタンで右パンチ。体重を乗せた重い突きです。 R1 で右足を出してすかさず丸ボタンで右パンチ。ボーダンの体重は5000トン。その全体重を乗せたパンチなのです。だから5000トンパンチ。別の名前を考えた方がいいと思うよ。言い忘れましたが、腰を横に向けた状態では5000トンパンチはできません。体は前を向けるようにしなさい。よろしい。今日はここまでにしましょう。いつやってくるんだろう、カイロボット。1週間以内でしょうね。下手をすれば明日にでもやってきますよ。明日か。マモルさん、お疲れ様。はい、タオル。冷たいジュースもあるからね。あ、どうもありがとう。Thank you.
お出かけしましょう。え？トリノを見て回りたいって言ってたじゃないですか。これから二人で出かけましょう。毎日特訓じゃ体に悪いですよ。決定！じゃあ準備してきますから。あ、ちょっと。さあ、行きましょう。あ、うん。どこに行きましょうか。トリノは4つのエリアに分かれているんですけど。4つのエリア？ええ、ビルが乱立する新市街、住宅地の旧市街、発電所のある山岳部、それからベイエリアです。なるほど。どうやら鳥の見学は延期だね。せっかくおしゃれしたのに。ゆうこさん、カイロボットよ。鳥の艦隊を撃破、ベイエリアから上陸しました。現在新市街に向かっています。いよいよ来るべき時が来たわね。カイロボットを撃退しましょう。ジェットロボ防弾出動。いよいよ実戦か。僕にできるのか。カイロボットに勝てるのか。敵は新市街に侵入したわ。周囲に防御シールドを張るから、必ずここで蹴りをつけて。住民はすべて避難しました。思う存分戦ってください。僕は。マモル君、あなたのパートナーを信じて。パートナー？身長50メートル。世界で最も頼りになるパートナーよ。彼の力を信じなさい。うん。僕にはボーダンがいる。勝つ。必ず。
よくやったわ。カイロボットもボーダンの敵じゃない。ボーダンは無敵なんだ。マモル君、カイロボットは一体だけじゃないわ。いずれ第2第3のカイロボットがやってくる。それに備えて即刻帰還しなさい。わかった。ボーダンは強い。ボーダンと一緒ならカイロボット軍団にも勝てる。今忙しいのよ。誰かさんが町を壊した後始末でね。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。特別予算を組んで広報活動するのね。住民の評判が良くなるわ。鳥の市民から寄付を募るって手があるけど、あまりおすすめできないわね。マモル君、どうしました？そうだね。すみませんが、外出はまたの機会にしてもらいましょう。
え、特訓です。今すぐにね。またカイロボットも倒したし、少しのんびりしても罰は当たらないと思うけど。残念ですが、そんな悠長なことは言っていられなくなりました。何かあったの？カイロボットがトリノに向かっています。第二のカイロボット？強敵ですよ、この間のやつよりもね。新型ってこと？コードネームガラハッド。連合軍の艦隊を30分で壊滅させた恐ろしいロボットです。ボーダンなら勝てるさ。いえ、今のボーダンではガラハッドに勝てないでしょう。なんだって？ボーダンの性能はカイロボットよりずっと上のはずだよ。ええ。あ、じゃあなんで勝てないなんて言うんだよ。原因は君です。君が防御を覚えない限りガラハッドには勝てないでしょう。防御？ガラハッドの武器は超強力なパンチ攻撃、稲妻商法です。ボーダンは高性能ロボットですが、稲妻商法を受けて無事でいられる保証はありません。稲妻商法、強力なパンチ、分かったよ。防御を覚える。まずはガードです。 R1、R2、L1、L2 を同時に押してください。足を踏ん張って衝撃に備えます。R1、R2、L1、L2 を同時押し。難しいな。それに足の操作でガードっていうのはなんだかピンとこないな。ロボットの体は全身が超合金ですからね。人間のように顔面をガードしたりする必要はないんですよ。でも戦闘の途中で転倒するととても不利になります。何せ5000トンの巨体ですからね。そんなわけで足を踏ん張って衝撃に備えることがすなわち防御となるのです。なるほど。ではガードポーズをとってみましょう。では実際にガードの練習をしてみましょう。これからターゲットを配置しますから、それを殴りつけてください。するとターゲットが殴り返してきますから、ガードして防いでください。次は回避です。上半身を反り返らせて相手の攻撃をかわすことができます。ボクシングでいうダッキングとスウェーバックだね。そういうことです。では練習してみましょう。練習って言っても敵がいるわけじゃないし、ここで上半身を反り返らせても仕方ないんじゃない？ボクシングの選手だっていつも人を相手に練習しているわけじゃありませんよ。敵の攻撃を想像しながら一人で練習するんです。シャドウというやつですね。なんかかっこ悪いな。日頃の鍛錬があるからこそ実戦で体が動くんです。文句を言わずにやってみなさい。まあまあですね。今日はこれぐらいにしましょう。
こんなのでカイロボットの攻撃を防げるのかな。異常はないかなと思って。大丈夫です。気になってるんですね、カイロボットのこと。相手が新型のロボットでも勝てますよ、ボーダンなら。うん、でもガラハッドは比較にならないぐらい強力らしいんだ、前のやつとはね。油断はできない。あいつらは、あのロボットたちは一体何者なんだろう。何が目的で攻めてくるんだろう。それは、来たみたいですね。新型ロボットガラハット。ゲートオープン。ジェットエンジン切換。ジェットコンバーター起動。メガモーターパワーオン。ボーダン移動中。移動まで5秒。4、3、2、1。ボーダン移動。くれぐれもガラハッドの必殺技稲妻商法には注意してください。そうです。そしてそのタイミングを見切るにはロボットの習性を利用するのです。ロボットは必殺技を出す前に必ずポーズを取るのです。必殺技の前にポーズ、これはロボットの構造上避けられないことなのです。というわけで、ロボットがポーズを取ったら要注意ですよ。もう一つだけ注意しておきます。これまでのデータによると、カイロボットは必殺技ポーズ以外にも意味不明のポーズを取ることがあるようです。意味不明のポーズはフェイントですから、惑わされないようにしてください。Thank you.
やりましたね。新型の怪ロボットもボーダンの敵じゃない。ボーダンは無敵だ。今忙しいのよ。誰かさんが街を壊した後始末でね。現状維持ってとこかしらね。とにかく被害を出さないように気をつけて。特別予算を組んで広報活動するのね。マモル君、どうしました？マモルさん、何かご用ですか？マモルさん用の装備ですね。わかりました。